こんばんは、学園長のミスターノバリーです。ということで今日はホームルームということでですね、皆さんに3つご報告がございます。こちらに黒板に書いてある通りでございます。まずペガはどうなったのかということと、そして2番目、里親募集を始めます。そして今後の保護活動ということで、まずは、ペガちゃんですね。皆さんね、結構ペガどうなったんだと、ペガ最近全然出てこないけどどうなったんだということでね、気になってる方もいらっしゃるんじゃないかなということで、だいぶねちょっとご報告遅れてしまったんですけれども、ペガはですね、この子もね後で紹介します。ペガはですね、今ちょっと団体さんの方針が変わってしまいまして、まあ預かりボランティアをですね、ペガとか、まあそこの団体さんではあんまり預かりボランティアは普段は、まあ募集をしないという方針に、なんかオーナーさんが変わったかなんかで、変わったみたいでして、まあもともとですね、そんなにそこの団体さんってあんまりこう預かりボランティアとかを積極的に募ってる感じの団体さんではなかったので、なのでね、ペガちゃんはもううちでは預かれないということになりましたので、もうそれが決まったのがね、結構最近で10月の半ば終わり下旬ぐらいかなまでちょっと決まってなくて、9月の末ぐらいまではね、ペガちゃんも一緒に動画撮ったりしてたんですけども、そこからですね、まあどうなるかわからないということで一旦返して、でまあいろいろ決まって、まあオーナーさんが変わったんで、いろいろねこう決め事をしていく中で、まあそういう風に決まりましたということで、もうペガはですね預かりはせずに、なりましたので、まあ一応ペガはね、ちゃんと毎週散歩ボランティア行ってますんで、そこで会えてはいるんですけど、まあちょっとね、家にいないということで寂しいなとは思ってはいるんですね。であとはその当時ですね、まあペガ預かりをできていた時もですね、ペガ自体はというか、その団体自体がそのコロナの影響で里親募集を休止っていうかしていたんです。休止してたんですね。だからあんまりこうこちらも積極的にペガちゃん里親募集中ですみたいな、そういうこともできなかったっていうのもあってですね、まあ僕の中でもまあいろいろこう心残りなところはあるんですけれども、まあペガはね可愛いですから、きっと新しい飼い主が見つかるんじゃないかなというふうに思ってもおります。ということでですね、ペガはそんな感じです。まあ元気にやってますよ、あの子もね。もう9歳かな、9歳になったんで、まあちょっとなんか白内障が来始めてね、やってますよ。まあ最近おとといはちょっと仕事だったんで行けなかったんですけど、昨日もちゃんと散歩行ってきましたんで、まあ元気にやっております。ということでね、まあ2番目の項目ということで、里親募集始めますっていうことなんですけど、まあかねてからですね、僕はその里親募集をこの YouTube チャンネルでもやっていきたいっていうのは思ってたんですけど、まあさっきもお話ししたようにですね、ペガちゃんの、まあ、団体さん自体が積極的にその登記をね、里親募集をしていなかったっていうのもありまして、まあそれでちょっとできなかったっていうのもあるんですけど、まあ今後はやっていきたいなと思っていたんですね。でちょうどこの、まあ最近なんか動画的にも動物愛護の内容ばっかりになっていて、ちょっとバランスが悪いなというふうにも思っていたので、まあなんかちょうどね、犬の里親募集の投稿とかもしたいなと思っていたところですね、本当にたまたま昨日前にご紹介したみなしご救援隊さんっていう東京支部っていうね、自由が丘にある保護犬のいるカフェに、まあ昨日娘はその時一緒に行ってないんで、娘と一緒に遊びに行ったんですね。で、その時に預かりボランティアっていうことで、たまたまね、昨日保護犬デビューをした子がいて、で、ちょっとこの子預かってもらえませんかって言われて、急遽預かり始めたんですよ、昨日から。ということでね、ちょっと今連れてきます。さっきクークー泣いてた子です。はい、どうも、小次郎でーす。小次郎です。小次郎ちゃんはですね、ミニチュアピンシャーという犬種で、まあ見た感じは小鹿なんですけど、一応ですね、生物学的には、家犬という犬で、まあ、ミニチュアピンシャーというね、犬種でございます。この子を昨日からちょっと、まあ、急遽なんでね、今週の金曜日にはもう、土曜日にはもう、みなしごさんの方に帰っちゃうんで、ほんと短期なんですけど、一応まあ、こういう感じです、ということですね。なのでね、今後はこう、チャンネルの中でも、こういうふうに、預かっている子がいると、いたときは、里親募集のね、投稿なんかもしていきたいな、なんていうふうに、思っております。なので、明日はね、早速、この小次郎くんの、
魅力をですね、2分で解説するというですね、まあ、2 minutes Tuesday も、当時はね、2 minutes Tuesday って小難しい話題を2分で解決するっていうのをやってたんですけど、最近、投稿がメインで小難しい話題なんで、それをなんか2分で解説したところで感があるんでね、ちょっと方針を変えてですね、2分で、そのワンちゃんの魅力を解説すると、プレゼンをするというですね、企画をちょっと今後は、やっていきたいかな、なんていうふうにも思っております。で、最後ですね、今後の保護活動ということで、まあ今後はですね、まあちょっとみなしご救援隊さんにも一応預かりのね、そのボランティア登録も昨日してきたんですけど、まあみなしごさんは結構比較的短期の子の募集が多いということなんですね。で、この子もね、元ペットの子で、もうほんと人慣れもしてるし、しつけもされてるしね、もうすぐ多分決まっちゃうと思うんですけど、なのでまあもし、この子、ね、里親希望っていうことあれば、一応概要欄にね、みなしご救援隊さんの、情報入れときますんで、見てみてください。で、まあその短期の、子がね、みなしごさんのところは多いので、まあ今後長期とか中長期でね、なかなかこう、決まらなそうな子とか、決まらなそうな子って言ったらあれなんですけど、今まであんまり問い合わせが来てなかった子とか、そういった子をですね、今後は積極的にですね、保護を、まあ保護って言ったらあれで、まあ保護ですね、個人で、保護をしていきたいなというふうにも思っておりまして、今、個人ボランティアをね、やってる僕の大学の時の同級生の、お母さんが、まあすごいですね、個人の保護活動をされている方でして、まあそれで、そこのお母さんともね、いろいろこう協力し合いながらとか、まあ教えていただきながらです。協力し合いながらとか、何言ってんだって話ですけど、教えていただきながらね、個人でもちゃんと、まあ保護活動をね、できるようにしていきたいかなというふうにも、思っております。まあやっぱりね、ペガの、まあ心残りでもありますからね、まあその分、うちでは預かりができなくなったっていうことで、まあ今後はしっかり、いろんな子をね、ワンちゃんをね、ご紹介したりとか、していきたいなと思いますし、あとは、やっぱり預かりボランティアってこんなに楽しいんですよっていうことをね、お伝えするっていうコンテンツも、しっかりやっていきたいなというふうにも思います。なのでね、まあ最後にと、最後の最後なんですけど、今後ですね、まあ今までこう結構最近は特にですけど、本のね、ブックレビューが多かったので、なんかバランス悪いなと思ってたんですよね。なので、一応ですね、今後、まあスケジュール的にはこんな感じで、まあ月曜日がホームルームということで、まあ進捗報告であったりとか、まあこういうね、今はこんなことやってますみたいなことを報告する回というか、感じですね。まあ、ホームルームっていうか、学園長だからね。学園長だから多分、全校集会っていう表現の方がいいのかもしれないんですけど、全校朝礼とかね。朝礼じゃないね。もうこの時間だから。まあ、そういうことです。なので、月曜日はまあそういった時間にして、で、火曜日がその時ですね、預かっている、例えば、今だったら小次郎みたいな、この、里親募集系のコンテンツということで、まあ2分で、明日は2分で、小次郎くんの魅力を2分で解説するっていうことをやりたいと思います。で、水曜日がですね、動物愛護系の授業で、金曜日が、まあ社会科見学とか含むですね、ことなんですけど、まあどっちかというと、ここの金曜日は、国語の授業とか言って、例えば最近知った言葉でバケボラとかね、バケボラっていうものがあったりして、あ、そういうのもあるんだとか、そういうのを学んだりとか、あとはまあ国語算数理科社会に絡めてですね、なんか動物愛護というよりは多分どっちかというと預かりとか、そういった、ね、保護犬の保護とかそっち系の話になると思うんですけど、そういうのをやっていきたいと。で、土日が動物愛護系の授業、本の内容です。本のレビューですね。なので、まあ、水木と土日が動物愛護系の授業なんで、こうすると、週7になってしまうので、まあ、おそらくね、どこかしらを、ちょくちょくサボりながらね、やっていこうかなというふうに思います。この動物愛護学園というところはですね、自分がに無理がないように、ついていくということですので、学園長である僕もね、無理だなと思ったらすぐサボります。無理と思ったらすぐにサボる。何も出てこなかった。っていうことでやっていきますんで。まあ、ね、長く、やっぱり、どんなね、活動も、ボランティアだろうが、保護活動をね、NPO とかとしてやるにしてもね、どんな活動でも長く続けないと意味がありませんから。なので、しっかりこう、長く、細くても長く続くようにね、やっていけたらいいなというふうに思っておりますので、まあ、皆さんもですね、ぜひ無理せず、特にね、最近は、ね、日中は暖かいのに夜寒いとかね、そんなのありますよね。だから風邪とかもひいてしまうでしょうし、ね。小児は今寝ちゃいましたけど、小児っていうか小次郎ね、寝ちゃいましたけれども。
なのでね、まあ特に小次郎なんてね、こんなね、短い毛ですからね、多分寒いですから、本当に風なんかを気をつけつつやっていきたいと思いますし、皆さんもですね、ぜひそういう風な感じでやっていただけたらなというふうに、思います。ということでですね、本日の授業は以上でございます。ちょっとね、失敗したなと思ったのが、なんか同系色だね。赤のなんかに赤っぽいからちょっと同系色になっちゃいましたね。これはね、ちょっと残念ですので、もしかしたらね、サムネの時だけ服着替えてるかもしれませんが、そういう時はね、ああ失敗したなと思ったんだなというふうに思ってください。ということで、また明日はですね、小次郎の解説ということで、2分で小次郎ちゃんがどんだけ可愛いかっていうのをね、全力でプレゼンしていきたいというふうに思います。というわけでまたお会いしましょう。コジもみんなにバイバイして、バイバイ。よく見えないよね、コジのね。はい、みんなにバイバイして、バイバーイ、バイバーイ、ほなさよなら。